川崎駅にほど近い河原町の工場移転跡地に高層住宅団地の建設が進められています。これは市と県が都市再開発事業として土地の高度利用、日照、生活環境などを考慮した住宅3600戸と公共施設などおよそ162億円をかけ、来年の3月完成を目標にしているものです。14階建ての第一種市営住宅は 3DK の間取りで、この4月下旬入居に合わせ最後の仕上げを急いでいます。広い団地内に建設された小学校も4月の開校を待つばかりです。またこのモダンな建物は240人の乳幼児を収容することができる保育園で、5月から開園の予定です。この事業は今後も行われる都市再開発のモデルケースとして期待されています。